どうも、山田切雄です。なんかこのコントラストがめちゃくちゃ強い、どこですかというとですね、これは伊丹空港なんですね。伊丹空港のちょっとなんかこう電話とかするボックスみたいなとこですね。そういうボックスで今急遽撮影をしております。なんで撮影してんのっていうと、今日は奈良に行ってたんですよ。奈良県の建築士会さんがやっている場を生むデザイン賞っていう賞の、審査会、一次審査という審査会に行っていて、で、審査会が終わってですね、そのまま東京へ行くぞということになり、奈良から伊丹空港まで移動したんですが、思いのほかですね、スムーズに移動できまして、で、乗ろうと思っている飛行機よりもだいぶ早くに着くことができたということで、喜び勇んで、ちょうどいい飛行機に乗ろうじゃないかと思っていたら、その飛行機自体が遅れるっていうことになりましてですね、まだ時間がぽっかり空いちゃったということになったんですね。じゃあ仕事でもやっとこうかと思ったんですが、ちょっとこう喋りたいことが出てきた。この場を生むデザイン賞での、審査プロセスでですね、自分の考えてることがなんかちょっと整理できたなと思ったので、どの賞がどうとかいうことは言えないわけですけど、そのバウムデザイン賞っていうのに参加してて、自分が感じたこと、考えたことみたいなことは、お話ししといてもいいかなということで、急遽、スマホをこうちょっと取り出して撮影をしてみようかと思った。実は裏の狙いはですね、前ちょっとお話ししたんですけど、ガンマイク、このスマホにひっつけるガンマイクが、他の音をこう取り込んじゃうと急に機能不全になるっていう問題がありましたね。なので今回もここ実は空港の何て言うのかな、このアナウンスとかがここに入る可能性があるんですが、ガンマイクはなるべくもう使わないようにしました。で、この Google Pixel 8 Pro が持っている背景の音を消してくれる音声の消しゴム音声マジックってやつがついてると思うので、ここで一回喋っておいて、で、周りの音が文字入ってたら、それを消すことができるのかどうかの、ちょっとテストもしてみたいなと。で、結局テストした結果の動画を、YouTube にアップすることができるのかどうかっていうのも、当然できるだろうと思うんですが、試してみたいことの一つではあったんですね。で、その辺、ちょっと試してみたいなと思うことがいくつかあったので、ちょっとじゃあ動画回してみるのもいいんじゃないかということで、撮影をしております。まず、奈良県建築士会さんがやっている建築賞にもかかわらず、バウムデザイン賞というのはですね、建築の形だけをとやかく言う賞ではないっていうところが新しいし面白い視点だと思うんですね。で、過去に1回やって、で、数年ごとにってことなので、今回は2回目なんです。で、多分僕その話 YouTube でしたんじゃないかと思うんですよね。なんか新しい賞が始まって、僕はこれ面白いと思いますなんて話をしたと思います。というのは、僕はもう今ね、建築の設計にそんなに携わってるわけじゃないので、一般的な建築賞だとですね、審査っていうのは当然お断りをするんですよ。そんなものを審査できる立場じゃないわけですからね。僕は日々設計やってるわけじゃないわけですから、なんか審査なんていうことができる技量があるとも思えない。同様の理由で、建築学生の卒業制作を公表してほしいとか審査してほしいっていつも、すいませんけどお断りをしております。当然そんなのはできませんということでですね、お断りをしてるんです。じゃあなんで奈良県建築士会だけ受けてんのと、なんだろう、こうえこひいきしてんのかいみたいに言われちゃうと困るんですけど、場を生む建築賞だっていうことですね。そしてその担当者の熱意でしょうね。多分僕は審査って呼ばれるものでいうと、唯一建築関係で言えばこれだけ受けてるんじゃないかと思います。で、これがすごく面白いなって思うのは、1回目のね、もし興味ある人がいたら、場を生むデザイン賞って言って検索してもらうと、これが選ばれたんだっていう、第1回目の結果が見えてると思います。なかなかやっぱ面白かったですね。建築空間として見れば、別にその見るべきとこないよっていうようなものでも当然入ってたりします。それからほとんど何も作ってないじゃないかみたいなものでも、活動がうまくいっていたり、その活動とそのほとんど何もやってないという空間の
こうバランスのようなものがやっぱりね良かったら、これで賞になるということなんですよ。ちょっと分かりにくいかなこの話は。だからこういうことをやろうと思ってるから、空間としてはこの辺で止めといてもいいじゃないかっていうバランスがあるってことですね。ところが空間の章だけだとですね、この止まっちゃっているものじゃ物足りないし、なんだこんないい加減な作り方ってことになっちゃうんです。でも事業としてはこういうふうにやりたい、あるいはここにお金をかけたいからこっちにはあまりお金をかけたくない、あるいは関わる人たちがこんなにいるんだったらここはそんなに至れり尽くせりにしなくてもいいんじゃないか、なんかいろんなことがね、こう混ざり合ってその場がうまくいってるんだろうと思うんですが、往々にしてその建築の章だとですね、どうしてもその空間の形とか構成とかですね、考えていることがいかに空間化されたかみたいなところだけがこう評価されてしまったりする。で、これが目線がもう少し広がったとしても、街並みの中においてどう建築があるかとか、そこら辺程度になっちゃうんですよ。で、そうすると街並みに合った空間の、例えば建築の表情になってるか形になってるかとか、最後結局空間形態の話とか表情の話になっちゃうんですよね。空間の形になっちゃうの話が、それだったら多分僕が審査するんじゃないだろうと、審査に加わる必要はないだろうっていうふうに思うんですが、今回のやつはそうじゃないのが特徴的だと思いました。で、審査員は4人いますから、4人がそれぞれの専門がもうあって、それぞれの分野からの自分の審査基準というのかな、そういうものを多分持って取り組まれてるだろうと思うんですが、今日僕はだから問われてみて、あ、自分はこう考えてんだなっていうのがまた見えてきたので、ちょっとお話ししておきたいと思いました。場を生むって言った場合に、これはどうしてもですね、その活動と空間、この関係についてがピタッと一致してないと場を生んでるって思えないなって思った。これが出発点ですね。もちろんその活動と空間だけじゃない側面もあるかもしれませんよ。活動と空間、それを支える例えば組織はどうなってるのかとかね、制度はどうなってるのかとかね、だからこんなようなことが全部相まっての場だろうと思いますが、ただちょっと僕の場合はですね、その考えをシンプルにするために、どんな活動をしてるのかと、それからどんな空間があるのか、でこれがセットになって場を生んでる場合、それが社会的に利益というかな、公益、社会的なメリットをこう生み出しているかどうか、ここから逆算して考えているなという印象があります。その上で活動っていう点で言うと、なんか4種類ある気がしたんですね。僕はそれを0番、1番、2番、3番っていうふうに今日は整理したんですが、0番っていうのを入れたのは、これは当たり前だなって思うものだからです。0番はですね、事業者がいますね。要するにその建築を建てるわけですから、建築を作るわけです。場を作るわけですから、場を作ろうと思っている、事業者がいますね。これは本人ですね。やろうと思っている人がいますということで、このプロジェクトを進める人がいる。で、この事業者が建築空間を作りましたと。建築家と一緒に作る場合も多いと思いますが、建築空間を作りました。その時ですね、メインとなる事業が滞りなくしっかりとできる建築の空間になっていて、で実際それが行われている、これが0番だと思います。0番つまりこれは当たり前だよねってところですね。で実際は当たり前じゃないというかですね、メインとなる事業に支障が出るような空間を設計しちゃってる場合もあったりするから問題なんですが、建築家がちゃんと真摯に応えれば、メインとなる事業をちゃんと実現できるような空間ができていると。でこれはもう当たり前と言いたいのでゼロとしましたが、例えばお医者さんであれば医療がちゃんとできるように、医療スペースであったり待合スペースであったり駐車場であったり、そういうのがちゃんとできていて構成がうまくいってるかどうかでしょうね。同じように宿をやるもそうでしょうし、会社でもそうでしょうね、八百屋さんもそうでしょうね。なので建築建てていくときに、そのメインの事業者がメインでやりたいと思っているものを実現するための空間がしっかり出来上がっていれば、最低限そこは ある種の場が出来上がっているとは思います。ただ僕はこれはね、当然そうあってほしいと思うものです。でここですごく面白い解き方をしたよねとか、すごく面白い空間を提案したよねって言って、建築賞っていうのは往々にしてここで評価されがちなんですね、形として。で僕は0番にしちゃったのは、今回場を生むだからなんですよ。なのでこれで、1番があるとすれば、0番じゃなくて1番があるとすれば、
メインの事業者がやろうと思っていることをメインの事業者がやってるんだけど、ところがどうもそれだけではないことも事業者はやっている、地域のためになることをやってるっていう、この両方をやってる場合、これ一番じゃないかと思ったんですね。なので類型としては一番場を生むっていうので、一番目の類型はこれじゃないかと思います。ゼロ番目の類型はちょっと場を生むっていうのに入れなくていいんじゃないかと思ってるものなんですが、一番はお医者さんで病院ができたんだけど、お医者さんが主導して地域の方々に対するイベントをいろいろ企画したり一生懸命やってる。で、これはカフェがそれをやってても同じだし、ホテルがそれをやってても一緒だと思いますし、企業が自分の会社スペースで地域に向けていろんなイベントをやってるとか、これもそうだと思うんですね。一番だと思います。でもこれは事業者が頑張っちゃってて、地域の方々はお客さんになってるっていうスタイルですよね。で、これ1番だとすると、2番というのは事業者の方が自分たちの空間を作ったんだけど、その空間は地域の人たちが来て活動してもいいよっていう状態になってるやつ、これが2番かなと思いました。だから事業者が一生懸命地域活動をやるんじゃなくて、事業者は本業をやってるんだけど、その横で地域の人が入ってきていろいろ活動しているっていう場合、これなんか2番ぐらいかなと思ったんですね。ちょっと違う類型になるだろうと思いました。でもし3番があるとすれば、事業者の方が地域の方々を呼んでここでいろいろやるんだけど、それは結果的にここで育った人たちが地域の別の場所に行って活動を起こすための、まあ、練習の場所になってるよっていう位置づけになってれば、これはよりその場がですね、生まれた場が地域に発展していくような気がするので、これなんか3番ぐらいがあるかもなと思ったんですね。なので例えばシェアキッチンみたいなものを作っておいて、で事業者とそれ以外の人がここへやってきて、でシェアキッチンだったりイベントスペースだったりでなんかいろいろと活動を試してみますと。でもこの人たちは実は将来的にカフェを開きたいと思っている人がここで試してみるとかですね、将来的に何かこんな活動やってみたい、こんな音楽活動やってみたいと思う人がここへ来て、で1年間とか2年間とか練習を含めてそこでやってみて、自信がついたら地域の中の空き店舗、空き家を借りてリノベしてそこで自分の事業を起こしていく、そのための種火のようなものっていうのを醸成するような場所は3番かなと思いましたね。なので、まあ、1番と2番と3番があるとすれば、まあ、1番は本業以外のこともやっていて、ちょっと地域と触れ合うことができる。だから、まあ、病院だったら病気にならないといけないんだけれども、病院で事業者さんが何か音楽とかコンサートやってくれていれば、その時は病院まで行けるし、そうなると病院の敷居が下がるし、お医者さんの顔も見えるし、何かあった時に相談できるなって関係性になったり、それからそういうところに出かけていくことによって笑顔になったり、歩いたりすることによって健康が増進されるというようなことも含めて、病院が病院事業以外のことをやることに意味があるというものが1番ですね。ところが2番はですね、病院が地域の方々が活動してもいいよっていうスペースを作っておいて、で地域の人たちが入れ替わり立ち替わりそこでいろんなことをやると、でこういうことをやっていると、あ、病院行きやすいわっていう、さっきの1番みたいないろんな意味での健康増進であったり、士気が下がったりとか、あ、人と人のつながりが生まれたりとか、どっかで助け合う関係が生まれたりするね、こういうことがいいねっていうことで、まあ、2番的な役割を果たすかもしれませんね。で3番はですね、もう病院をやってるんだけどすぐその隣でまたもっとですね、コーディネーターみたいな人がいたりして、でその人が地域の人たちをサポートしながら活動をやると、より他の地域の人たちがやってくるんだけど、実はここでの蓄積みたいなものっていうのが地域の別の場所にこう発展していくことを求めているっていうことでスタートさせたものですね。だから2番と3番はちょっとグレーな部分がありますね。ちょっと同じじゃないって思うところもあるんだけど、3番の場合はもうそもそもですね、地域にそういう活動をこう広げていきたいというふうに思ってる、いつまでも自分のところでやってほしいと思ってないタイプ。2番の場合はできればずっとうちでやっといてほしいなっていうふうに思ってるタイプですね。なので3番の場合はひょっとしたら1年2年やったらもう当然地域の別のところに出て行ってくださいねっていうことを前提で場を提供している場合があるかもしれませんね。ということで、まあ、場を生む建築っていうことを評価しようと思うなら、まあ、1番か2番か3番かになっていればなんかちょっと僕らは議論してみたいと思う。で特に僕はコミュニティの立場からで言うと2番とか3番はちょっと面白いなと思いますね。1番もいいんですけど、事業者がもう疲れちゃいますよね。事業者自分でやらなきゃいけないんで、本業もあるのに地域のためだって言って別のことも自分でやっちゃうって、これは結構大変 でそれからそこお客さんばっかりになっちゃうんですよね、周りの人がね。でやっぱり事業者が事業者としてその他のこともやるよりは
地域の人たちが入ってきていろいろできるっていう風にやっちゃった方がもう少しこの発展性があるのではないかなと思ってます。いずれにしても面白いですよね。通常の建築上だったら多分0番がめっちゃ評価されると思うんですよ。ホテルを建てました、レストラン作りました、カフェ作りました、病院作りました、これ全部ですねその事業にマッチした美しい空間を作ってほしいし、まあ、なんならですねトンチの効いた解き方をプログラムの解き方をして、なるほどそれその部屋と廊下っていうのをひっつけないで、むしろ廊下空間なくしてこうしたのねみたいなのとか、こういうでっかい空いてる空間を入れて、この何をやってもいいという真ん中の空間の周りにこうやって機能空間配置したのねとかね、そのことで評価をするし、まあ、それが町並みにとって悪くないねみたいなことだったら評価されると思うんですが、このね場を生む建築賞っていうのはそういうことではないっていうね、ここがなんかすごく面白い点じゃないかなっていうふうに思います。さてそろそろかな、まあ、そろそろ飛行機に乗れと言われるような気がしますので、じゃあちょっと今日はこのあたりにしとこうかなというふうに思います。ありがとうございました。